こんにちは、長塚漢方堂です。今回はめまいと漢方薬というテーマでお話しします。めまいに効果のある漢方薬にはいくつかの種類がありますが、めまいを起こしている体質によってその原因は変わってきます。原因が違えば当然効果のある漢方薬も変わってきますので、今回は涼桂術漢湯という漢方薬をご紹介いたします。ではまずはめまいが起こる原因を考えてみたいと思います。めまいが起こる原因は脳を正常に機能させられるだけの気血が届いていないことが考えられます。脳が正常に機能するためには気や血液による栄養の補給が必要です。しかしその気血の正常な流れが何らかの理由で阻害されるようになってしまうと、脳は栄養が足りなくなってしまい、それによって脳は正常に働けなくなってめまいを起こすようになります。例えばストレスなどで激しい怒りが原因となって頭に血が上るような状態が長く続いていると、体の潤いは消耗してしまいますし、激しい気血の上昇に加えて熱も頭の上の方に上がっていきます。その上がってしまった熱は脳の働きには役に立ってくれるものではありませんので、脳の働きが熱によって乱されてしまうことでめまいになります。またこれとは違って体の弱さが原因になって起こることもあります。お腹の働きが弱っていることや病気によって体がひどく消耗してしまうと、体の中では気も血も足りなくなってしまい、それによって体の働きが低下してしまうため、体の上の方にある脳へと気血を届けられなくなります。こうなると脳は正常な働きを保つことができなくなってめまいになります。また何かが脳へと届ける気血の流れを邪魔することでめまいになることもあります。甘いものや味の濃厚なもの、脂っこいものやアルコール類を好んで食べていたり、食事が不節制で不規則、過労や夜更かしの生活などが長く続いていたりすると、お腹が弱る、体の中が冷える、体の潤いが消耗するなどが生じてしまいます。それによってだんだんとお腹の中では動きの悪いドロドロしたものが生じてしまいます。そのドロドロしたものが脳へと届ける気血の流れを邪魔するようになると、脳では栄養が足りなくなり、正常に機能ができなくなるためにめまいになります。ではこれらを踏まえて、続いては涼桂術漢湯の特徴をご紹介いたします。涼桂術漢湯はお腹の中の水を取り除いてめまいを解消してくれる漢方薬です。では一つ一つの生薬がどのような働きをしているのかを詳しく見ていきましょう。涼桂術漢湯はこれら4種類の生薬から構成されている漢方薬です。伏涼は余分な水分を巡らせて下向きに引き下ろして利尿につなげることで余分な水分の排除をしてくれます。体全体の水の巡りを良くする働きがありますので、体のあちこちに停滞している水分を正しい流れに乗せて動かすようにすることで解消してくれます。お腹の働きを高める作用もあり、余分な水分を巡らせて排除する働きと一緒になることで、お腹の張り、下痢、軟便、吐き気、めまいなどの解消にも役に立ちます。これらの働きが脳の働きを穏やかにすることで、不眠や不安感などの精神的な症状の緩和にもつながります。桂皮はシナモンのことですが、体の深部を穏やかに温めて、細く狭い場所で気血の流れが悪くなっているような場合に、針に糸を通すような感じで流れを回復させて通す働きがあります。この深部を温めて細い部分を通す働きは、血管を拡張して循環を良くする働きによって行われていて、この働きが皮膚表面の毛細血管で起こることで発汗にもつながります。また胃液分泌を促進することで胃腸の働きを高めてもくれます。さらに桂皮には深部の熱が下にとどまることができなくなって頭の方に浮き上がってしまったような場合に、その浮き上がった熱を引き下ろして体の深部に引き戻す働きがありますので、例えば冷えてのぼせてしまうことで顔だけが赤くなってしまうような場合に使われることがあります。白術はお腹の働きを高めて気を補うことで、体の中に停滞した余分な水分を巡らせることでお腹の中を乾燥させる働きがあります。胃腸の働きが悪くて腸管からうまく吸収できないことが原因で起こる下痢、軟便、お腹の張り、吐き気、食欲不振などに消化を助けることで胃腸の働きを応援し、利尿を促すことでこれらを回復させます。また気が不足することで汗を止められなくなっているような場合に、お腹の働きを高めて汗を止める働きもあります。肝臓は甘い味によってお腹の働きを高め、潤いを補い、筋肉の痙攣を鎮めて痛みの解消に使われます。お腹の働きを高めてくれますので、食欲不振や元気がなく体がだるいような場合に、渇きを潤してくれますので咳に、痙攣を鎮めてくれますので足のつりや、痙攣による胃の痛みに様々な生薬に合わせて使われます。ただし人によっては潤す働きが強く現れてしまい、むくみになったり血圧が上がったりすることがあります。これら4つの生薬がどう働くことでどんなめまいに効くのかといいますと、お腹の中に余分な水分が停滞してしまい、それが脳の働きを支えている正しい気血の流れを邪魔することで、脳がうまく機能できないことでめまいになっているような場合に、お腹の中に停滞している水は伏量と白術によって巡らせて排除されますが、その働きを経皮の深部を温める働きによって水が温められることで応援しています。白術はお腹の働きも応援して吸収する機能も高めますので、それによってさらにお腹の中に停滞している余分な水分は解消されます。またお腹の中に停滞している水が邪魔することで、脳の方へと浮き上がって悪さをしている熱が経皮の浮き上がった熱を引き下ろす働きによって解消されます。その働きを肝臓の潤いとお腹の働きの応援によってエネルギーが補充されて支えられています。そのため苓桂術甘湯がめまいの解消に効果のある方の特徴として、お腹の中に余分な水分が停滞していることでお腹が張ったり重く感じる、下の苔が白っぽく水っぽいような方ということになります。ではまとめです。今回はめまいに効果のある漢方薬として苓桂術甘湯をご紹介しました。めまいを起こす原因には体質的な特徴としていくつかありますが、ストレス、お腹が弱っている、邪魔するものがあるに分けられます。苓桂術甘湯はお腹の中にある余分な水分を排除して体を穏やかに温めつつ、頭に浮き上がった熱を引き下ろしてくれますので、3番目の邪魔するものがあることで起こるめまいに効果があります。とはいうものの、それぞれの生薬の働きはそれほど強いものではありませんので、苓桂術甘湯だけで治そうとするのは難しいことがあります。そのため体の中に余分な水分を溜め込んでしまうような食生活、例えば冷たいものの食べ過ぎ飲み過ぎ、空腹感もないのに食事をする、喉が渇いてもいないのに水をガブ飲みする、よく噛まずに食べるようなことを改善することで、苓桂術甘湯に手助けをしてもらいながら、生活によってめまい体質の改善を目指してみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。